最終的に購入したのがこちら。じゃ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 ーん。なんかちょっとザザザってなった。嘘ちょっと怖いんだけど。ママさん取れた。検証してみたいと思います。正直、うん、俺が選ぶんやったらパシパシこんにちは、ワンライフです。今回は我が家が購入した高級クーラーボックスをご紹介したいと思います。動画の流れとしては、1、購入した理由、2、購入を迷ったクーラーボックスの候補、3、開封、4、メーカーの中のグレードの違い、5、製品の詳しい説明、6、氷がどのくらい持つかの検証、7、まとめという流れでやっていこうと思います。これからの夏キャンプに向けてクーラーボックス選びはとても大切になりますので、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。それではレッツゴー。早速購入した理由、我が家のクーラーボックス事情についてお話しします。今持っているのはこちらの2つ、ソフトクーラーとハードクーラーです。まずこちらのソフトクーラーはアノバの25リットルコヨーテ、価格1万5000円ぐらいで買いました。もう1つがこちら、コールマンのユナイテッドアローズ別注モデル15リットル5000円ぐらいで購入しました。正直アノバは冬キャンプなら大丈夫やけど、夏キャンプには心もとないよね。こちらのコールマンは夏キャンプにしか使わないけど、保冷力はあんまりって感じよね。生物とか刺身とか生で食べるのを入れとくのは夏怖いよね、うん、その容量としては2つ合わせて40リッターやけん足りてるけどね、うん、今後夏キャンプとか遠泊キャンプ、車中泊の旅とかするのであれば、もっとしっかりしたクーラーボックスが欲しいなってなって、今回買い替えを決定しました。次に迷った候補はイエティ、オルカ、フィールドワのノーザンクーラーボックスとかで迷いました。最終的に考えて残ったのがシマノのアイスボックス、バベシマノのアイスボックスバシランドの2択となりました。最終的に購入したのがこちら。じゃ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 ーん。じゃん、早速開けてみましょうか。やっぱ開封は緊張するね、うん、まだ見てないけんね。おお、いや、もう1個入っとる箱に。傷つけんだよ、ママさん。あって、あって何気になるなんかちょっとザザザってなった。嘘ちょっと怖いんだけど、ママさん気をつけてくださいよ、高いんですからね。大丈夫、ダンボールがもう一回ある。あ、本当。まだ島野さん、じらすね。すごい、あ、書いてる、島野って。これはそうそう、横についてるな。あ、持てる。おーおーおー、すごいすごい。うわー、出た。思った以上にでかくない？大きい。でも、もっと重いかなと思ったんよ。下なんか全然持てた。わあ。あ、すごい。こちら、バシランド ST40L です。なんかシンプルですごい好きなんだけど。うん、色味もサンドベージュ、よくない？うちもほらサンドベージュのテントが多いかな、うんうん、ね、カラーも合ってるよね。あとなんかすごい触り心地もいい。あ、本当、うん、マットな感じで。大きいね。大きいね。でもママが持てたのが良かったね。こちらの購入金額なんですけど、定価が4万3000円ぐらいで、楽天マラソンでポイントが4000円ぐらいついて、実質3万9000円ぐらいで購入できました。まあ、高いけど4万円切ったのはいいんじゃない？ちょっとお得に買えたよね。続いてはこのバシランドを詳しく見ていく前に、バシランドと2022年に発売されたこちらのアイスボックスについての違いについてお話ししたいと思います。こちらのバシランドはアウトドア用に力設計された新しい形のクーラーボックスです。なんかこのバシランドシリーズはよりキャンパーの目線に立って作られた形っていうことよね。このバシランドがシマノのクーラーボックスの最上級モデルになります。次にアイスボックスとレバーの素材が違うということで、より密閉性があるということです。パッキンあるやろ、この黒の。
これもなんかシリコンからエチレンプロピレンゴムっていうなんか素材のやつに変わっとって、うん、車のドアとかに使われるやつで、うん、なんかより気密性耐久性があるって、へえ、めっちゃ柔らかくない？うん、柔らかい、ふわふわしてる。でもこの影響で、うん、アイスボックスより若干こう開けづらいっていうのがあるみたいで、そうそうそう、ママ的には大丈夫、そんな気にならんかな、うん、さっきのこのゴムパッキンとか、うん、レバーを強化したことで、うん、なんか水を入れて傾けても漏れないみたいになってるみたいで、あとこのバシランドは2リットルのペットボトルが縦置き用できます。これが一番アイスボックスとの違いと言ってもいいんじゃないかって言われとったもんね、うん、やっぱ取りやすいよね、縦置きできたら。次の違いは容量です。アイスボックスは17、22、30リットルと比べて、このバシランドシリーズは32、40リットルと容量が大きくなってます。ただこのバシランドシリーズは保冷力にこだわった分、アイスボックスより少し重たいです。で、アイスボックスは1グレード Y カラY カラーで、アイスボックスは1グレード1カラー、バシランドシリーズは ST のみ2カラーとなっております。アイスボックスは見た目が角張っていて男っぽい、なんかスタイリッシュで、うん、軽量ボディってなんかかっこいいイメージよね、うん、バシランドは角が丸っこくて可愛くなってます。なんかより女性に好まれそうなシルエットというかね、うんうん、続いてはバシランドシリーズの中のグレードの ST と VL の違いについてです。まずはこちらの表がバシランドシリーズのグレードの違いになります。見てみると保冷力は ST と VL で6日と5日でそんなに違いはないかなっていう感じです。価格が40リットルで ST が43,000円、 VL が38,000円で5,000円ぐらいの違いになります。ただ重さが ST が 8.3 キロで VL が 7.5 キロで約1キロ ST の方が重くなってます。ちなみにもう一つ上のグレードの EL は40リットルで7万2000円になって ST と3万円もの差があったのと、色もモカ一色で好みではなかったので候補から外しました。続いては私たちが購入したこちらのバシランド ST の詳しいスペックについてお話しします。こちらは発泡ウレタン断熱材を使用しているということです。で、こちらは公式では保冷力最大で6日間らしいです。ただ下野さん の、 真空パネルっていうやつはプロとエリートしかついてない機能らしいね。だけどこれは真空パネルではない。まあそれでも6日ぐらい持つんであればかなり優秀よね。で、これ両開き取り外しできる蓋みたいなんでちょっとやってみたいと思います。こっちが開くでしょ、反対側を開く、すごい。で、取れたすごい。これこんな他にもあるんかな、分からんけど、すごくない？すごいね。めっちゃこれさ、掃除しやすくない？こんなか。あ、ほんとね、うん、ここが迷った他のクーラーボックスと違うよね。いや、イエティとかオルカ、ノーザンクーラーとかは、T 字のゴムバンド、そのロックが、こう、硬くなって、なかなか開けるのに苦労してるっていうのを見たもんね。これめっちゃ楽だよ。ノンストレス。で、持ち方も2通りあって、ハンドルがあるので、こちらのハンドルを、こういう風に持ち上げることもできます。ここに持つところが横にあるので両手で持つこともできます。だけどその両手で持てるところあるやん、うん、これがアイスボックスにはないらしいよ。中にペットボトルとか入れたら結構重くなるけん、うん、やっぱ両手で持てるのは便利よね。底面には滑り止めのゴムがあり滑りにくいようになってます。さらに地熱の影響を考え地面との隙間を作った設計です。地面につくところが少ないから汚れにくく片付けも楽です。次は水抜きです。レバーを回すとパカッと開きワンタッチで水抜きできるみたいです。ちょっとやってみます。いくよ。おお、簡単。中の水抜き穴も段差がないから水が残りにくい作りになっています。次は容量についてです。2リットルのペットボトルもすっきり入り、あ、しまった。すごいね、うん、もうノンストレスやん。とこのちょっとサイズわからないんですけど保冷剤もすっきりと入ります。ただ下に保冷剤で2リットルのペットボトルを上に置くと閉まらないのでそれは入りません。
ロゴスの氷点下パック XL がぴったりはまるってことですね。なんかそこら辺も考えて設計されてるんだ。ちなみに32リットルのサイズでは2リットルペットボトルは縦置きができません。ただ1リットルのペットボトルは縦置きできるみたいです。大人が座っても全く問題ない耐荷重になっているみたいです。で、椅子代わりにもなって立っても OK らしいよ。次は衛生面です。内側に抗菌剤ノバロンプラスチックをチックって久しぶり聞いた。プラスチックって昭和やな。食中毒になる細菌を 99.99% カットしてくれるみたいです。さすがメイドインジャパンですね。なかなかそこまでやっぱ日本人ならではじゃない。ということで、実際に氷がどのぐらい持つか簡単に検証していきたいと思います。使ってみるクーラーボックスは、我が家が持っているコールマンのハードクーラーボックスと、アノバのソフトクーラーと、今回のシマノのバシランド ST で検証してみたいと思います。今回シマノバシランド ST40L を買ってみていかがですか、ママさん。はい、保冷力については、実際のキャンプではもっと開け閉めとかするし、夏場はもっと暑いけん、使っていって感想をお伝えできたらなと思います。私たちはこちらのバシランドの40リットルを購入しましたが、このクーラーボックス選びは本当悩むよね。これ選ぶ基準として、何泊するのか、予算、使う人数に合わせた容量とか、いろんなバランスを考えて選んだ方がいいかな。ただね、今回ママさん正直、俺が選ぶんやったらアイスボックスシリーズやったかもしれない。俺が買いたかったのはこっちの、アイスボックスのエリート30リッターで、チャコールで黒っぽいやつで、重さが 6.1 キロの価格が33,000円、もしくは同じくアイスボックスの ST30 リッターのベージュ、重さが 5.3 キロで価格が21,000円のやつかな、うん、俺は30リットルクラスのハードクーラープラス、今持ってるソフトクーラーの併用で
いいのかなと思っとったけど、ママさんがどうしても一つ40リットルの大きいのがいいということで、今回はかなりママさんにね忖度しましたよありがとうパパ。いや40は欲しかったよね。なんか入らんストレスがすっごい嫌なんよ。ボンボンボンって入れたいけ。この感じね。違う、この中に何も考えずにポンポンって入れたかったと思う。いや分かる分かるけど、うん、これがね大体8キロやろ8キロに、まあ、2リッターを2本と食材とか入れたら10何キロぐらいか、まあ、全然持てんことはないけど、どんどん俺も年取ってくるだけなるべく軽い方がいいのかなっていうのはね。私も片手貸すよまあね、いろいろ考えれば、うん、もううちほらマルチグリドル料理7選とかいう7品一気に作る鬼企画もね、うん、しててね、うん、まあ大きいのが便利かなとも思ったし、うん、まあね今後車中泊2、3泊の旅とかもするかもしれんしね、うん、ただ初心者の方やこれからキャンプを始めようと思っている方にこちらのクーラーボックスをあんまりおすすめはしません。なんだかんだやっぱ高いよ初心者の頃買えた？いやまず手を出さんね。普通に私たちのように1泊2日のキャンプとか年に数回しか行かないくらいだったら5000円から1万円ぐらいのクーラーボックスでいいのかなと思います。我が家もファミリーキャンプの時はこういうホームセンターで売っているクーラーボックスを10年ぐらい使っていました。大体7000円ぐらいで買ったかな。でこういうのでも、うん、あの保冷対策を工夫して、まあ、例えば保冷剤を多めに入れたり飲み物用のペットボトルを凍らせて入れておくとかしておけば、まあ、キャンプ中に溶け出していい感じになったりとか特に不自由はなかったね。うん、そんななんか気にならんかったよね。なので先ほど言ったようにこれからキャンプを始める方や初心者の方などはなるべく購入しやすい価格帯のものがいいのかなと思います。もうね、そもそもねキャンプ自体が続くかどうかもわからんけどね。最近コメントでもキャンプを始めたので参考にしていますやキャンプに興味がありますというコメントをいただいたので我が家のキャンプ道具についての考えも少しお話ししたいと思います。キャンプを始めたのが子供が幼稚園ぐらいの時でそれからファミキャンを10年ぐらい夫婦キャンプを始めて2年ぐらいです。なんとね焚き火を始めたのも夫婦キャンプを始めてからやもんね。ファミリーキャンプの時は1回も焚き火したことなかったもんね、うん、そんな余裕もなかったよね。確かに時間もない子供たちが走り回るけ、うん、なんか焚き火しようっていう感覚ないのかな、うん、ファミキャンの時はとにかくキャンプ道具にはお金をかけないっていう考えで、うん、テントは一応あのロゴスのワンタッチルームみたいなのを10年ぐらい使っとったかな、うん、でもその他のキャンプ道具はもう全部ホームセンターで買ったもんね、うんうん、テントも含めて10年間で総額10万円も使ってないんじゃないかなって思うよね。基本的には自宅で使っているものを代用してガスコンロとかも家のものを持って行きよったもんね。もう炊飯器もそのまんま家の持って行きよった持って行きよったでかいやつね。そうそうそうキャンプメーカーも大手メーカーしか知らんやったよね。コールマン、うん、ロゴス、うん、スノーピーク、キャプテンスタッフ、うん、あとはドッペルギャンガーとか、うん、今の BODのこれぐらいだもんね、うん、今はねご覧の通り私たち夫婦キャンプ沼にどっかり使ってますけどぶっちゃけ YouTube してなかったらそんなには買ってなかったのかな思うよね。基本的には自分たちが楽しいと思えるキャンプ道具を使うことが一番いいのかなと思います。例えばそのホームセンターキャンパーさん、うん、おしゃれキャンパーさん、うん、ガレージ大好きキャンパーさんとか、うん、もうスタイルいろいろあるけど、うんまあ、自分たちがねいいと思えるものを使ってキャンプするのが一番楽しめるよね、うんうん、キャンプは自由やけ。はい、ということで今回は我が家に新しく仲間入りした島のバシランド ST の紹介でした。今後もこの島野さんを使ってキャンプを楽しんでいこうと思います。他にもキャンプ道具紹介や夫婦キャンプの様子、キャンプ用品店の取材の動画なども上げてますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまたバイバーイバシラン最高バシ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 石橋終わらんのかい